ちょ、今日あの垂れた金玉あたりになんかね、争いは良くないからと思って、落ち着けようと思って、こよちゃんとすばる先輩の顔でやろうと思った。うわ、どういう風に、なんか予定ではここにまだ金玉2個しかない予定だったから、この金玉の前につけて金玉から飛び出してくる感じしようと思ってたんだけど、ちょっとこれは生かしていきたいよね、この垂れた金玉を。争ってばかりいるとネネが勝手にキスマシーンにしてやるからな。やっぱラブ&ピースなんだよね、世界は。ホロメンとキスする専用のマシーンをこの辺に設立しようと思って。服、靴、ズボン。なんだこれ、なんでこより立ってんの？ん？こよりた？シュバル先輩とペコラ先輩？これ。え？なにこれ？カンナツ版の上に乗るとコヨとキスできるね。これコヨリがみんなにキスしてほしいってなんか自分でやったみたいになっとるやんけ。待って、え？これコヨリはコヨリとキスするってこと？ちょ、一回乗ってみろ。あ！キスをうるせえ、ガショ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 。あれは何なんだ、ラブ&ピースキスマシーンプッシュ、ラブ&ピース争わない平和のキスを奏でよう。待って、奏でられんのこれ。一方的じゃねえか。待って、これ戦ってるようにしか見えねえんだけど。スバルの攻撃って感じするよね。これどう見ても攻撃。おらおらおらペコラおいなんだお前ってやってるようにしか見えないんですけど、ボクシング。こんないペコよ。全然痛くないペコ。おらなんだよおいお前ずっと俺のターンだからな、これとキスできるよ。ここから、あ、ここからでもいいの。さあ、旗から見てみよう。